おはようございます。ああ、あったかいの入ってくる。うまっ。ああ、今やばい。ここにあったかいの入って、ここら辺にジャー。久々に化粧品買った気する。え、デパコスめっちゃ買ってん。デパコス、なんかなんだかんだ関西コスメじゃなくて何やったっけ、関西コスメはちょっと嫌やな。韓国コスメばっかり使ってたから、デパコスも使ってたけどって感じやったけど、大量に買ったんよ。開けます。後で化粧しながらと思うだろう。久々にアットコスメ行った。アットコスメって恐ろしいよな。なんか本当は化粧を開ける ASMR みたいな TikTok 撮りたかったん。みんなさ、化粧品をさ、こういう手元をさ撮ってさ、こうやって写してる人おるやん。あれってどうやってやるの？それを撮りたかったから TikTok でさ、ロム&のマイメロコスメ開けてんの撮ってんやん。テーブルにこうやって携帯置いて不安定なままやったから、みんなどうやって撮んのやろうと思って。すごいな、うちセレブやで。アイラインまでデパコス買っちゃった。初めてかも、初めてじゃないかもやけど、昨日さ夜中も断捨離モードみたいなの入って、断捨離っていうか全然使えるやつとかほぼ綺麗なまま使ってないとかのやつを、お母さんとお母さんの妹、あと妹と妹の友達にあげようと思って大量に仕分けた。やば、テンション爆上がり。じゃ、せっかくやったらフルメイク分買ってみようと思って、フルメイク分買ってみた。初めて買うブランドめっちゃ多い。メイクアップフォーエバーとか、これ店舗でさ可愛いと思って買ってんのリップ。かわっ。うん、開けた。うわ、あったかい飲み物飲んだだけでめっちゃあったまるわ。めっちゃ実家みたいな絨毯ラグに変えました。なんか本当はペルシャ絨毯みたいなちょっと高めの分厚いやつにしようとしてんけど、ここにおしっこをするわけじゃないけど、おしっこ終わったらいつも拭くんやけど、目離した隙にさおしっこしてそのままペッて座ったりして、なんだかんだ汚れんの。ニトリで安かった、気持ちいい。あー、これ焼肉食べたい。出てきちゃった TikTok で。ラーメン食べたい。ビビンそうめんやって。うわ、なんか食べたくなってきちゃった。今忙しいんです。邪魔って携帯触ってるかと思ってますけど、今忙しいんです。でも古川優香の忙しいは、通常の人の忙しいじゃなくて、暇やからこそ忙しい。それ暇やからこそできることがあるやん。暇やから、忙しいね。メイクする前に着替えを。一瞬だけ、すぐ帰るから。見てて。ちょっと私は、オタクの活動をしに行ってきます。今日からケプラのアルバムが発売やから、なんか特典みたいなやつがあるらしいから。タワレコに走ってきます。暇やから忙しいね。服かわいい。行ってきます。福ちゃんすぐ帰ってくるから行ってきてねとか、福ちゃん今日からちょっとどっか行くからサグワと二人でお留守番しててね、2日で帰ってくるからねとかはちゃんと言わないと、福ちゃんはいつ帰ってくるかわからんのは寂しいですって占い師の人にすごい前に言われたから言うようにしてます。福ちゃんは5時間で帰ってくるからね、福ちゃんは3時間で帰るからねとか言います。じゃあ行ってきます。すぐ帰ってきます。 CD いっぱい買いました。ツーショット会、サイン会、ハイタッチ会があって、でもツーショットとサインはほぼ少なめやねんけど、ツーショット撮りたくて CD いっぱい買っちゃいました。お腹減りすぎたので、みかん食べます。みかん食べるもんって気づいたから起き始めた。このみかんさ、和歌山に住んでる友達が送ってくれてんけど、めっちゃ美味しいねんな。普通に5個とか気づいたら食べてる。夜さ、焼肉行く約束してさ、7時半からで今3時半とかやねんけどさ、食べたら微妙にお腹いっぱいになりそうやから、ちょっとみかんで我慢します。
うん、いる、うん、待って、いいかあれみなさい、かわいい、うまっ。昨日もさ、夜中みかん食べてたさ、服爆睡しててん、後ろで。みかん食べ始めた瞬間、後ろからって聞こえて、ごめん、鼻水混じりの音でちょっと汚かった。起き出してみかんの匂いで目覚めてた。お願いします。昨日目の下すねこすったからちょっとだけあざ残ってる。カラコンはミーメのお茶目黒豆。カラコン入れました。昨日ちゃんとスポンジ洗ったから、スポンジとかブラシ今日綺麗。昨日配布さしたから顔ポカポカしてピンクになってる。下地これ全部新品、さっき開けてたやつ全部新品です。テンション上がる。初めて使うコスメたち。マックのフロステッドブラープライマーベースビサーチュクールプラスクリアやって、なんかランキングのっとって、え、何これ。テカリにくくなる、あ、ベルベット系のやつやって。ほんまや、ひんやりするこれ。てかこれ前買ってんけどめっちゃいい。ロージーローザのなんかどんなファンデーションにも使えるスポンジみたいなやつやねんけど、クッションファンデのスポンジともまた違うようなテンションで、めっちゃ綺麗になファンデが顔につくねんけど、余分なファンデを吸い込まへんからみかん食べられへんから拗ねてる。余分なファンデ吸い込まんって感じ。でも厚塗りっぽくもならんから、まあ、結局綺麗やからいいんやけど、どうなんみたいな。ついこれメイクアップフォーエバーのHD スキンコンシーラー 1.3N、 うっすらつけて、セルボークインテントスキンスティックファンデーション N100 スティックファンデーション買ってみました。今日薄めかも肌のメイク。そう、このメイクアップフォーエバーのやつ、なんか重ね付けしてもそんな濃くならないみたいな感じだけする。確かにめっちゃ薄付きやねんけど、なんかいい感じ。ちょっとミストの化粧水顔にかけた。みんなは何のオタクしてるんやろ。何のオタクしてるんですか皆さん。ほんま中1とか中2ぐらいの時にビッグバン好きで、コンサートとかは行ってたけど、シリアルとか入れてとかなかっあったんかな、知らんかったからさ、だから行ったことなかったけど、男の人のやつとか楽しそう。いや食べ物じゃないしこれ。え、ジバンシーのパウダー人生初めてなんやけど。いや初めてかな。ジバンシープリズムリーブルルースパウダー1番、いろんな色入ってる。緑、紫、水色、白。めっちゃいい匂いするんだけど。眉毛はパウダーのせるからしっかり。意外となんかしっとりしたパウダー。もうちょい。え、みんなさ、デパコスって買ったん？いつ？初めて。でもあれか、この YouTube 見てくれてる人あんまさ、高校生とか中学生おらんかな。今の高校生とか中学生見てくれてますか？あんまさ、高校生とか中学生見えへんか、古川優子チャンネル。初めてデパコス買ったん自分さ、高校卒業してなんか読モみたいなやらせてもらった時に、初めてヘアメイクさんにメイクしてもらう機会があったんよ。初めて人生で。ずっとさ、もうクリアラストとかのやつを塗ってたわけよ。そのパウダーファンデーションでさ、ほんまそれだけで終わる、コツいらずでメイクできるみたいな。めっちゃ良くて、それ RMK でメイクしてもらったけど、めっちゃ良くて、教えてもらって撮影終わって買いに行った。なんかめっちゃ記憶にある。でも今の高校生とかってさ、高校生でも買うやんな。すっごくない？眉毛てかめっちゃ肌いい感じなんやけど、このほんのちょっとだけ
パールみたいなラメみたいなちょっとだけ入ってる。ルナソルスタイリングアイゾーンコンパクト1番。甘くいんか、甘くいんか、ちょっとラメ入ってる。最近さ、毎日頑張ってブラシ洗おうと思って頑張って洗っとってんけど、ちょっともう無理になっちゃった。残念。ほんまブラシ洗うめんどくさすぎて全然洗ってなかったんやけどさ、毎日とはあんまでは言わんけど結構な日毎日洗っててん。いい感じやで、なんか清潔感ある。当たり前やけど、うんうん。ま、間違えて眉マスカラと思って買ったの、間違えて眉ペンシルやった。ボビーブラウンロングウェアブローペンシル1番のブロンド。ちょっとせっかくやから使おう。もう眉毛描いてるけど、ずっとパウダーやから久々にペンシル使う。でも眉尻とか描きやすいな、ペンシル。やりすぎた、やりすぎちゃう、マジで。アイメイク、これ欲しかったやつやね。アイメイクめっちゃ可愛い。ルナソルアイカラーレーション19番、マホガニーってから。最近ピンクやっぱハマってる。ピンクのこのくすみピンクみたいな。あ、シェーディングも買おう忘れたな。まあいいわ、昨日配布したし。うわどうしよう、かわいい。全部ラメや。あ、これ塗ろう。いや、ちゃうわ、下のピンク、下の段のピンク。あ、結構発色いいし、ちょい別に明るい色じゃない。ちょっと今シリアル回していいですか、こちら。くそ、サイン会落選、落選、サイン会落選。もう無理今日。アイホールと目の下全体一緒のピンク、これ可愛いわ。落ち着いた色で、目尻にちょっと濃いの、ちょっとだけ涙袋の影加工、ほんのちょっとのもう加減がわからなくなってる、涙袋の加減。ソンハンビンの涙袋が良すぎて羨ましいんだけど、なんか普通にさ、こうしてたらさ、何もなくてさ、ぷってなった瞬間、むぎゅーって言ってる涙袋がめっちゃ羨ましい。自然にある人いいよな。ちょっと濃いわ、涙袋の顔。まあいいわ。チーク。ルナソルカラーリンググレイズ4番、04番、ローズヌード。うん。結構、ハイライト強めチークかも。今日結構なんか女子メイクって感じ。アイライナーでパクスやばくない？ランコムイードールライナーウォータープルーフ1番、ブラック。意外と優しめかも。でマスカラも同じの買った。ランコムラッシュイルイドウォータープルーフ1番、グロッシーブラック。すごくない？モケモケ。あ、これいいわ、めっちゃ伸びる。なんかデパコスの店員さんのまつげになる。真っ黒で毛量のすごいまつげ。あ、すげえ。ハイライトトムフォードソレイユネージュグローハイライター2番、やばくないですか。金ゴールド黄金。てかさ、最近さ、ほんま暴飲暴食がすごすぎて、油もんとかお菓子ばっかり食べてんのよ。油もん食べて頭皮臭なったって言ってたやん。お菓子ばっか食べてたらさ、胃から出てくる息が臭くなる気して、ちょっと控えようと思ってさ。来月イベントがあんの、みんなに会える。息臭いのやばいやん。だからちょっと耐えようと思って、 お菓子とアイスちょっと我慢したいねんな。やっぱ食べ物って大事やんな。意外とさ、このハイライト、いやカメラ越しやったらすっごいツヤ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 。なんかじゃあ実物も意外となんかギラッギャーピカーンってよりはなんか調子いい。目尻ちょっとだけルナソルの一番濃い締め色入れよう。これとこれ混ぜよう。これ絶対やばいで。うん、かわいい。ルナソルのアイシャドウ使いたかったんですけど。次、メイクアップフォーエバールージュアーティストフォーエバーマット106番。これなんか見た目すごくて、見て、あ、これニューンって出すやつじゃなくて、こっちがつけんねや。一番欲しかった色は売り切れてた。カチ、着替えてきた。てか最近前髪バカーンってめっちゃ割れちゃう。微調整しよう。このアイライナーなんか自分みたいにやりすぎる人にいいかも。
メイクして髪の毛やって着替えようって思ってたら、ケプラーがリップ返事タイムみたいな、こういうのやったら自分のやつ作ったらリップ返されるかもとか言って、こんなんなんかめっちゃちま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 作ってたらめっちゃ時間食っちゃった。うん、いいんじゃない。そう、今日使ったコスメがアットコスメに売ってるコスメを使ってメイクしてんけど、って言ってもブランドとかももう何でも売ってるからさ、いろんなブランドでメイクしてんけど、今アットコスメがセール中らしくて、全品 10% 以上ポイントが返ってきて、ものによったら最大 30% ポイントバックもしてるらしいので、みんなよかったらポイント貯めてる人とか、ポイント結構さデパコスとか買ったらさ安いもんじゃないからポイント貯まると思うから、このセール中によかったらゲットしてみてください。いつもよりお得な限定キット、普段販売されてない容器とかも出てるらしい。で、今日使ったコスメの中にも限定キットに入ってるアイテムとかもあるみたいなので、よかったら見てみてください。なんかしかもさ、限定キット自分が好きなちっちゃいサイズとかもあるから、めっちゃいいなって思いつつ、自分が見てたのがまだセール前やったから、セール始まったらまたお買い物しようかなって思ってます。アットコスメのサイト見たら、なんか限定キットとかがいっぱいあったから見てみてください。サンプルセットもプレゼントされねんて。いくら以上購入したらみたいな金額のあれもあるらしいねんけど、ちっこいのマジであげ。ハンドソープのちっこいのとか、美容液ちっこいの、クラランスのアイクリーム、目元美容液とか、あ、これ見たことある。歯白なるやつとか、美容液とか、ファンケルのサンプル一回分とか。これめっちゃいいよ。シャンプー、トリートメントとか、なんかいつもよりサンプルが結構大量にもらえる。サンプルのセットもなんかあったんかな。自分これ A セットとかやった気すんねんな。セットの種類もめちゃめちゃあって、それ選べるかはわからへんねんけど。よかったら見てみてください。久々にアットコスメでさ、自分も買い物しに行ったの。必要なやつだけ買おうと思ったのに、めっちゃ買い物してた。危ねえ。楽しいねんけどな。プーマの靴届いた。あ、すごっ、かわいい。じゃん、センティーコラボ、めっちゃかわいいやん。え、しかもなんかムチムチでかわいい。てな感じで、私は今から焼肉なんだら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 準備してシリアルとかやってたらお腹減ったん耐えしのげたから、ちょっと今からご飯食べに行ってきます。もうちょっと餌が帰ってくるね。じゃあね、すぐ帰ってくるからね、ご飯食べたら。サザンに帰ってくるからね。よいしょ。今日はデニムのセットアップにレザーのコート着ていきます。焼肉食べるのにレザーってアホやんな、多分。カバンは前に沢がプレゼントしてくれたヘブンのやつ。髪の毛短いとレザー似合う。ということで行ってきます。すっごい長い。11時から撮っても5時41分ですけど、行ってきたいと思います。ということで、みんなアットコスメのセールいっぱい可愛いのあるのでチェックしてみてください。私も買っちゃいます。多分コスメ買うスイッチ入っちゃったから買いたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。